皆さんこんにちは。消費生活アドバイザー一次試験スピード合格講座担当法律分野1回一回目の講義を始めますレック。レック講師の浅田健吾と申します。よろしくお願いいたします。はい、全体構造をお話をさせていただいて、今からですね担当分野の法律のところについて解説講義の方をしていきたいと思います。 用意していただく教材こちらの方が全部で五つございますよろしいでしょうか。はい、プレゼンターの本を出します。はい、二十一年消費生活アドバイザー試験担当過去問集二千十六から二千二十年版というものになります。はいこちらの方ですね。それから使うのがですねはいこちらの法律分野の過去問解説集というものになります。 よろしいでしょうか。はい。それから公式テキストですね。はい。一、二、この二つをメインに使います。あと公式テキストの五ですね。こちらの方を使います。今、えー、皆様にですね申し上げたはいものですね。全部で五冊全部で五冊もう一回言いますね。はい。 過去文集一冊、それから、解説一冊、それから法律分野ですよ。それから公、公式テキスト一、公式テキスト二、公式テキスト三、あ、五ですね、五ですね、ごめんなさい、五になります。はい、これら五つを使ってですね、いいですかね、法律分野六回分。はこちらになります。法律分野六回分になります。はい、よろしいでしょうかね。で、それぞれの頭でですね、持ち物をチェックしていると。 時間がもったいないのでもうこれで持ち物はこれで言いませんよろしいでしょうか消費生活アドバイザー一次試験スピード合格講座担当法律分野1回目から6回目については以上の教材を使いますよろしいですかねはいもうこれでも2分経ってますのでもったいないですでえー、っとですね 問題の方を前から全部は解きませんポイントポイントで、えー、皆様にとって必要だと思うところを教科書の方に落とし込みながらお話の方していきます最初ちょっとねやり方が分かりにくいかもしれませんけどどんどん慣れてきますでこちらのですね問題の方ですね問題集の方を見ていただきますとはいちょっとこれ付箋が貼ってありますねごめんなさい、ねはい、木字のとこですね いいですかね時間もったいないんですけど、はい、見ていただきますと、はい、2020年度2019年2019年度ですねこれ台風の影響で多分2回試験があったと思うんですね、はい、それから2018年度2017年2 0 1 0年これ6年分です、はい、でえっ、ー、と2020年の方を詳しく説明します。だんだんん 遠くなっていくたびにですね試験の解説の方がポイントが絞られてきますというのもですね似たような問題が出ておりますし似たような問題も出てますねはい毎年同じような問題も出てますので、えー、ですから最初2020年度の方で詳しめに説明していただいさせていただいてで同じような問題とかも飛ばしたりとかですねあと古い問題もありますデータやなんかで古い問題なんかねそういうものもありますのでそういうのは解説で省かせていただきます で皆様に関してはですね一応全部解いていただいているのを前提に、えー、ポイント講義ということになりますんでねあの全部はさすがに講義できませんので、えー、それでテキストの方に落ととし込んでいくといくうことですですこれも最初に申し上げるんですけれども時間がもったいないんで公式テキストのページをね「第1分冊の何ページ開いてください」とか「第2の何ページ」とか「ですね第5の何ページ」とかいう言い方をするんですがはい。 そのうちですぐにこちらの方ですね。僕のはもう用意してますので、すぐに言えるんで、皆様としてはまあ DVD とかね、なんかのポーズボタンとか、あとはスマホのポーズボタンをうまく使いながら止めてね、テキストのところを落とし込んでください。私と同じペースではちょっと難しいかと思います。私の方は事前にテキストのページとかをもう調べて準備してますのでね。ですから例えば1時間の授業なんですけども、皆さん的には止めていただきますので。 ね、どうしても1時間以上はかかると思ってくださいいいですかね少しでも情報量たくさん皆様に、ね、お伝えしたいんでねということになりますよろしいでしょうかねえ必ず、えー、私がテキストのページとか行った時はちょっと止めてでテキストのページを開いていただくとかねどん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 先行っちゃいますんでね、はい、よろしいでしょうか、はい、そういうことになりますはいじゃあ、えー、5分経ちましたので、えー、授業の方早速入っていきたいと思いますがはいじゃあ皆様ですねまずね はい、問題の方ちょっと見ていただきますいいですかね問題の方を見ていただきます、はい、で、えー、と2020年の方から、えー、取り上げさせていただくということになります2020年の方から取り下げあの最新の方の方が、えー、と新鮮ですので、ね、こちらの方から詳しめにお話をさせていただくじゃあまずですねいいですかね、はい、問題集のですね あの担当過去問集ってて書いてあるやつですね問題集の方から見ていきますが、はいえー、っと皆様自身で分かりそうなのは飛ばさせていただきますじゃあまず7ページ7ページですねレックの投資番号でいう7ページの第5問、はい、こちらの方から解説をしますよろしいでしょうかね7ページ第5問ですよこちらの方から解説します穴埋め問題というところになってますね、はい、ちょっと見ていきたいと思います でまずなんですけれども,もう全部皆さん読んでることを前提に話の方を進めますのでもしやってない人がいたら、はい、ストップボタンを押していただいて問題解いてから聞いてください。いいですかねもう解説の時間だけにしたいと思うんでねじゃあ「あ」のところですね第5問のはい、CI いいですねこれも全体構造でもお話ししました国際消費者機構が提唱する、はい、これ何でしょうかね はい連帯する責任って書いてありますが、はいこちらの方ですね少し見ていただきたいところがあります。はいこれテキストいいですか？公式テキストはいいいですね。ちょっと私のも誤作業者でも公式テキストはい12ページはい見てください。1ですご,ごめんなさい1年、ね、1番号言わなきゃいけますね。公式テキストはい1ですね。公式テキスト1111つってますかね？はい公式テキスト1の12ページ 十二ページはいよろしいでしょうか十二ページの上の部分に図の一の二というのがあります十二ページ図の一の二ですねここに CI における消費者の八つの権利と五つの責任というのがありますはいよろしいでしょうかねはいでこちらの図のですね右側の五つの責任のところのはい五つ目に見ていただくと連帯というのがありますはい。 で他にですねちょっと見ていただきたいのは12ページ公式テキスト112ページ左側ですね左側右側と左側に分かりますね左側はい真ん中ぐらいにグリーンの字でですね消費者の8つの権利を提,し提唱しさらに消費者に責任があるとしてというところで1から5がありますね。はい、よろししいいでしょうかねえ CI について国際消費者、えー 機構は消費者の権利8つとあと消費者の責任というのも明記しておりますので、ね、よろしいでしょうかね、ここの部分はまずはあの部分については3番が正解になります解説書がありますので、ね、あの私のえっで正解とか言わなくても、ね、もし皆さん埋めれるようにしていただければと思います、はいで。これはまず1つですね、それから消費者団体訴訟制度の話が出ております。はい、これはです、ね、テキストですね、はい 見ていただきたいのは、2分冊の方のテキストですね。2分冊の方のテキストを見てください。2。分冊のテキストですね。グリーンのあブルーですね。ブルーのテキストの方を見てください。2。分冊の方になります。はいで2分冊のですね。どこを見ていただきたいかというと、41ページはい。皆さん止めてくださいよ。あの私、私あ早くして言いますからね。41ページ。 2。分冊公式テキスト丸に41ページはいかっ。5と括弧6。これは大きなタイトルになります。はい、的確消費者団体というのが差し止めができますね。で、これはどこに書いてあるか？41ページ公式テキスト丸に41ページはい。大きい括弧5。はい、本文見ていきます。1行目から見ていきますよ。 テキストですよ国の認定を受けた消費者団体に対して違法な事業活動の差し止め請求ですね。したがって差し止め請求できるのは、はい、半括弧へ、はい、そうすると問題集7ページ問いの5いのところについては、はい、内閣総理大臣が認定した消費者団体ですね。 したがってまあ内閣総理大臣のお墨付きがないとそういうことはできないということになります。何でもかんでも制限することはできませんのでねはいですからまあ一応きちんとしたというようなそのイメージでいいかと思いますね。と「う」についても何が入りますかはいこれを「的確消費者団体差し止めやめろ」っていうのはね今後ね被害がふあの拡大をする恐れがあるのでやめろと言えるのが「的確消費者団体」になります。 でどういうことをやめろって言えるのかっていう話なんですけどここはえと問題集の方で確認します7ページいいですか問題集ですよ上から123456行,行目の真ん中、はい、これらの団体は不当な勧誘不当な契約条項なんかについてということになりますね。はい、で絵が差し止めということになります。 はい、この問題、ね、よく出てきますでまたちょっとですね、あのー、見ていきますんであの詳,しいと詳しく見なきゃいけないところもあるんでねというところになりますのでよろしいでしょうかね。はい、でもう一個ですね、はい、もう一個できるのが何かというと「尾の部分に入るもの、えー、と問題集の。 七ページの問いの五のをですね。はい、こちらは特定的核団体というのはできるものがあります。これは公式テキスト一四十一ページ六のところですね。被害回復請求、これもでかい字で書いてありますね。六、えー、グリーンの字で特定というのがつきます。特定ね。はい、いいでしょうかね。でこちらについては被害回復だからまあお金ですね。 過去に対する少ないが被害回復ということになります。で、将来について、今後については差し止めということですね。で被害回復についてはどうしてもね。お金を取らなきゃいけないのでね。従って、これはえー、的確消費者団体の中からいいですかね。さらに選ばれたものになりまして、特別に定められた適格消費者団体ということになります。 よろしいですかね、えー、テキスト41ページのテキストの方ですよはい。6の左側いいですかあごめんなさいいいですね左側 A のところ半括弧平内閣総理大臣の認定を受けた特定的格消費者団体が被害回復ができるということになりますいいですかねこれ法律がですね括弧6のここに書いてあるんですけども、えー、タイトルの後にね、消費者裁判手続き特例法というものになります で本文も少しテキストですよ見ていきます1行目はいこれ正式な名前が書いてあるんですが正式な名前の最初のところをちょっと見てください今テキストですよ消費者のの財産的的被害の集団的な回復ってありますだからもうすでに財産的な被害が起きちゃったとあ時にまあこのね まずは特定的確消費者団体の方がまあ代表して訴えるというそんなイメージで捉えていただければいいかなというふうに思います、はい、でここはですね結構出ております過去もあの20年度だけじゃなくて、ね、もう少し後で深掘りして見ていきますので一旦まあ今,日今回についてはこの程度にさせていただきたいというふうに思います